ヤッホーなすびだよ。 YouTube ユーザーの皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ヤッホーなすびだよ。はい、始まりました YouTube チャンネルなすび TV の毎日更新、今日のなすびガイドって言いながらもちょっと毎日更新できてなかったんですけど、まあ引き続きほぼ毎日更新でやっていきますので、皆さんよろしくお願いします。今日のなすびガイドとは、僕が毎日琵琶湖湖上でガイドさせていただいてるんで、琵琶湖の今日の状況をなんとなくなすび目線で答えていくコーナーでございます。で、ついにゴールデンウィークが突入しまして、今ゴールデンウィーク2日目なんですけど、ゴールデンウィーク初日はもう大荒れでナスビガイド中止にしました。ということで、ゴールデンウィーク2日目にしてナスビガイドはゴールデンウィーク初の出戦となっております。本日のゲストさんはなんと岩手県からお越しの小沼さんです。よろしくお願いします。そしてさつまいも阿部さんです。よろしくお願いします。ゆるいがさつまいもみたいな感じなんで、今とっさに思い浮かんだ。はい、そんな感じで、まあ、YouTube の話から釣りの話まで、で、岩手県のお客さんなんで、もう琵琶湖、せっかくの琵琶湖なんで、いろいろな釣りで釣っていただこうと、まあ、やってるんですけど、あれですね、何を言うとしたかな。天気は晴れから曇りに変わって、で、今日はそんなに風が吹いてないんで、お得意のドラッキング旋風はちょっとなかなか使いにくく、もちょっとした風でドラッキングしていく。で、風のない時間は、春節エリアで、魚が濃いんで狙っていくパターンです。で、釣ってるルアーは、スタッカー4インチ、5インチのテキサスリグ。そして、スタッカー6インチにスライドスコーンジグ12グラムのスコーンですね。まあ、どっちも共通して言えるのは、もうバスの動きが、まあ、もう何回も言ってますけど、とてつもなく早いんで、とりあえず効率よく探れるリグをやってます。で、まあ、クランクベイトとか、ちょっと強めの波動のルアーじゃ、ちょっと嫌うかなと思ってるんで、まあ、ナチュラルなワーム素材を、ワーム系のルアーを使って、サーチしながら、食わしていくような感じです。で、今はちょっと、マンネリ化するのもあれなんで、スピニングのスタッカー 2.5 インチのライトキャローをちょっとやってるんですけど、それで、試し中です。で、この、小沼さんと阿部さんは明日もガイドなんで、まあ、いろいろ展開変えるっていう意味で、明日はアラバマとか、スタッカーワイドのヘビ弾をやっていこうと思います。はい。そんな感じです。で、今、潮汐は小潮で、小潮最終日ということで、明日から流潮やったから、流潮に変わります。で、まあ、スポーニングも終わって、まあ、バスが、まあ、第二陣のスポーニングに備え餌を食うっていう状況になっております。はい。で、今日釣ってるエリアは全部、まあ、いろいろ乱岸してるんですけど、春節エリアとかもいろいろ乱岸してるんですけど、結局、葉山川の沖のハードボトムフラットを今、ドラッキングで釣ってますね。で、やっぱり風が今日あんまりないんで、風吹いた方がやりやすいかなと思います。で、ちょっとした風でゆっくり流しながらやってるんですけど、まあ、そんな感じです。はい。今日のナスビガイドでした。古城がすごいたくさん人多いんで、マナーを守りながら楽しみましょう。エンジョイフィッシング。あ、でもそろそろ。あ、そろそろ来ます。そろそろ来ます。そろそろ来ます。あ、来た来た。おしおし。あ、いいねいいね。あ、来た来た。来た。あら、ありがとうございます。いやいやいや。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。結構いいサイズじゃないですか。ありがとうございます。もう疲れた。超疲れた。50メーターぐらい巻いたんじゃないですか。すごいすごいすごい。ありがとうございます。スタッカーの4インチの雷滴ですね。ありがとうございます。グリップアンダークチャート。